最初のハッシュタグはフランス人オーナーが作るかわいいスイーツです。かわいい。ハンターやってきたのはなんと明治時代に建てられた古民家を改修して去年オープンしたカフェビズさんです。おしゃれだね。こんにちは。すごい甘い香りがする素敵な雰囲気のお店なんですけど、2人はご夫婦でいらっしゃいますか？はい、そうです。あの SNS でフランス人オーナーが作る可愛いスイーツっていうのを見て今日ここに来たんですけど、ご主人が作られてるんですか？そう、自分で全部作る。手作り？手作り。私もぜひその可愛いスイーツいただきたいんですけど、はい、お願いしてもいいですか？ぜひ、はい、ぜひお願いします。お願いします。お願いします。ということで、スイーツの本場フランス出身のアレクサンドルさんがオーダーが入ってから一つ一つ丁寧に仕上げるデザートプレートをいただきました。お待たせしました。ありがとうございます。かわいいですね。すごい。ありがとう。こんなに種類たくさんで、いろいろ。かわいい。せっかくなので私も写真を撮らせていただいてもいいですか？はい、早く食べたい。ちょっとずついろんなのを食べれるって嬉しいよね。これはカヌレあるし、ちょっと全部美味しそうで迷っちゃうんですけど、このカヌレからいただきたいなと思います。やっぱりカヌレから。カヌレのこだわりを教えていただいていいですか？通は結構大きいサイズけど、私のカヌレは結構元の小さいのサイズの、結構のパック、食べやすい。毎日7時から焼くして、結構いつもフレッシュの一口でパクッといただきたいと思います。いいな。いただきます。私のカヌレ大好きなんですよ。ね、カヌレ美味しいよね。もっちもちですね。なんか、美味しい。ラム酒が入ってるんですよ。カヌレは香りますね。このレシピとかは自分でこう研究をされたんですか？そう、結構勉強した。やっぱり焼く結構一番難しい。すぐできない。最初の失敗した、もう一回やって、いろいろ考えて。この真ん中にあるケーキをいただきたいと思うんですけど、これは何ですか？アップルケーキ。アップルケーキ。そう、私のお母さんのレシピ、初めてのケーキ作った、お母さんと一緒に。思い出のケーキ、私もいただきたいと思います。中に入ってるリンゴとかがすごく甘いんですけど、クリームの甘さがちょっと控えめで相性バッチリですね。シナモンのいい香りもしてきます。このピンクの、これは何ですか？これチョコレートタートとラズベリーのガナッシュ。これも美味しかったです。わー、クリームいっぱいつけて、かわいい。幸せすぎる。これは幸せだわ。そしてデザートプレートと一緒にぜひいただきたいのが、フランスから直輸入しているハーブティーです。3種類あるんですけど、はい、蓋開けて香り嗅いでいただくと、味のイメージも湧きやすいかなと思うので、よかったら香り嗅いでみてください。ランチのメニューが年に 4,5 回季節ごとに変わるんですけど、そのランチのメニューごとに毎回いろんな種類に変わります。冬だったらこういうのがいいかなとか、あとランチのメニューのちょっと味とかとこういうのが合うかなっていうので考えて変えてます。3種類の中から私が選んだのは、私これが一番好きかも。これ何が入ってるんですか？ルイボスというのをベースに、あとジンジャーやオレンジピール、キャロットが入っていて、オレンジなのがドライになった人参が入っているので、ハーブティーに人参って私初めて聞きました。ちょっと面白いですね、はい、これいただいてもいいですか？はい、ぜひ。すごい、キャロットが入ってます。わ、器もまた素敵だわ。いい香りがしてきてます。ジンジャーが入ってることにちょっとピリッとした感じが。そうですね、後味でピリッと、後から来ますね。はい、体も温まるようなブレンドになってます。この時期にありがたいです。嬉しいですね。嬉しいですね。そして自家製の蜂蜜シロップを入れて味変することもできるんです。
なんかまろやかになるというか、ちょっと甘さが、そうです、甘さが入ってもまた香り、味が引き立つかなと思います。変わりますね、はい、甘いスイーツをいただいた後にハーブティーいただくとちょっとこうすっきりする感じがあって、そうですね、お口もすっきりするかな、はい、合いますね。岐阜市出身のみえさんがフランス留学中にアレクサンドルさんと出会い結婚したお二人、なぜ八百津町でカフェを開くことになったのでしょうか。八百津の街は結構私のフランスの街も似てる、川はある、うん、山も森もとかその感じ同じの雰囲気だから、フランスとちょっと似ててそこに惹かれたってことですか。そうです。またお店の雰囲気もすごく素敵ですね。ちょっと古民家の古さと、まあ、ちょっとモダンな感じと、あとフランスのちょっとテイスト、このフランスのタイル、色のタイルとかミックスさせたような、はい、最初はここ結構ゴミというか不要なものが家中いっぱいあって、私は本当にここでできるのって思ったんですけど、主人はここで絶対やるっていうので頑張って片付けから一緒に2人でやりました。主人がほとんどいろいろリノベーションして、もちろん地元の大工さんとかにも手伝っていただいたんですけど、結構大変やったけどお店の名前がビズっていう名前ですけど、何か由来はありますか。ビズは結構大事のフランスの言葉、結構いろいろ使ってできる、キスとかそういう意味があるんですけど、電話とか手紙の最後にビズって言ったりして、なんで皆さんがお菓子とか料理を通して私たちの愛というか気持ちを受け取っていただきたいなという意味で。今後このお店をなんかこうしていきたいとかいう思いもありますか。音楽大好きだから、結構音楽のイベントをもっとやりたい。あとお客さんからフランス語の教室とかお菓子の料理教室とかもやってほしいということだったんで、これからいろいろ考えてやっていきたい。参加希望今ではルミさん、カフェビズさんに県民の皆さんが共感するめっちゃわかるハッシュタグお願いします。はい、ハッシュタグメルシーヤオツです。おフランス感満載のフランスとヤオツの融合というか、本当にいいところが凝縮されたお店だなって思いました。いや本当に行ってみたい、民家とフランスの。さあ続いてはハンバーガー自販機です。ハンバーガーハンターSNS で見たガソリンスタンドのような場所を探して、八百津町塩見地区の山道を進みます。これが八百津の山の中に入ってきましたけどこんなところにあるのかな。これが本来の八百津のフランスとは、そうフランスおしゃれのねお店とはね、ちょっとこれが八百津なんですよ。これだ。お、わかりました。ガソリンスタンドみたいな、ね、やってきました。ここはどうやらガソリンスタンドの跡地のようなんです。そしてこちらに移動すると、じゃーん見てください、ハンバーガーの自販機ありましたよ。ーチーズバーガーとか照り焼きマヨ、美味しそうなのいっぱいありますよ。珍しいよね山の中に突如として現れたガソリンスタンドの跡地とハンバーガー自販機、とポツンと感がすごい。カモシカドライブインという名前のお店のようです。一体誰がなぜここに自販機を設置したのでしょうか。確かに気になる。何はともあれ早速ハンバーガーを買ってみます。いろいろまずはちょっとチーズバーガー食べてみたいと思います。チーズバーガー押します。あ、出てきました。あ、こんな感じですか。じゃあったかいのゲットしました。チーズバーガー冷えた状態で出てくるので、奥になんと電子レンジがあるのでそこで温めます。なるほどね、はい、いってらっしゃい、ね、チーズバーガーでも熱々の状態が食べれるってことだから、いい香りがする、すごいチーズバーガーのいい香りがします。いい音ですよね。じゃあ見てください熱々になったハンバーガー。おーもう箱の中身はちゃんとハンバーガーでした。パンの部分がふわふわしてますよ。結構肉厚だね。美味しそう、うん、いただきます。チーズがこうとろけてて、こんな本格的なのが自販機で買えるんですね。感動しました幸せそう。そしてもう一つ、この寒い時期に特に美味しそうなキノコビーフシチューをいただきました。キノコビーフシチューなんて種類あるんですね。いろいろあるんやね。いろいろありました。
ビーフシチューの味がしっかりしますし、キノコビーフシチューっていうだけあって、キノコの食感もちゃんとあって美味しいです。この大自然の中で、このレトロな雰囲気の中で、ここで温めてここでいただくハンバーガーがまたちょっと別格な感じがして美味しいですね。先月稼働し始めたばかりのハンバーガー自販機、なぜこの場所に設置したのか、 SNS のダイレクトメッセージでオーナーと接触を図り電話で伺ってみました。接触図れたんや。はい、近所に住んでるんですけど、はい、まあ、この建物がずっと気になってまして、まあ、なんかできたら面白いかなって考えてたところ、ハンバーガーの自販機っていうのを思いついたので、はい、物件借りれるか話聞いてみたら借りれることになって、でじゃあやってみようってことで、古いのの歴史というかずっと使い込まれてきたものとかになんかすごい愛着が湧くので、またあの建物の中とか改装してちょっとカフェとか古道具を並べたりしたりしていこうかなと思ってるところで、とりあえずはあの自販機だけになるんですけど、はい、まあ、地元の人がちょっとお腹減った時とかにも使ってもらえると嬉しいなと思ってます。ではルミさん、カモシカドライブインさんにめっちゃわかるハッシュタグお願いします。はい、ハッシュタグ集まれカモシカの森です。あつ森あつ森いやでもなんか面白いよね、ハンバーガー自販機やって、あえてね、こう椅子とかも置いてあるからみんなでなんか集ってね、その場で食べれるね。八百津町のめっちゃギフハンター、最後のハッシュタグはお花のレッスンです。ハンター、訪れたのは去年オープンしたばかりの ST フラワーさん。うわ、おしゃれ。このドライフラワーとかも素敵なお花もたくさん飾ってあるんですけど、ここどんなお花屋さんなんですか？当店では、生花やドライフラワー、プリザーブドフラワーで花束やアレンジメントを制作してお客様にお渡ししたり、あとはウェディングブーケや店舗での池込み、あと店内にはあの花器や植物も販売しております。そんな ST フラワーさんが毎月2回開催しているのがお花の教室。毎回伊佐治さんがその季節のお花を使って考えたアレンジを学べます。学びたい。ということで、来月の教室で伊佐治さんに教えていただけるアレンジに私も挑戦しました。めちゃくちゃ可愛らしいピンクの感じ。3月3日がひな祭りに近くなってくるので、それに向けて飾れるようなちょっとピンク系の可愛らしいアレンジメントを今日は作ります。使うお花はヒペリカムやピンポンマム、ラナンキュラスといった初めて聞く名前のものや、春のお花、チューリップにゼンマイなど可愛らしいものばかりでした。いや、お花の勉強にもなるよね。であとは桜を使います。2月 の, あのレッスン当日では桜ではなく、あのひな祭りの桃の節句ということで、桃を実際に使ってやっていこうかなと思います。はい、では早速始めていきますね。はい、お願いします。まずは枝や茎をハサミで切ってスポンジに刺していきます。この辺でいいですか？はい、大丈夫です。あ、意外と簡単に刺さるんですね。もうちょっと硬いのかと思ってました。では次は、はい、太いものから刺していこうかなと思いますので、桜をまずこういった感じで私刺してるんですけど、全く見本通りではなくて大丈夫なので、自分の好きな位置に、はい、刺していただいて大丈夫です。オリジナル感覚ですね。そうですね。中心に刺すよりかはどっちかに寄ってた方がバランスが取れるかなと思いますよ。じゃあちょっとこの辺に、はい、刺します。はい、グッと入れてもらって大丈夫ですね。グッと、いい感じだ。イメージ通りです。今のところ今のところよかったです。伊佐治さんにアドバイスをいただきながら、自分の直感を信じてどんどん刺していきます。わ、華やかになりましたね。一気にポイントに色が濃いの入るとでは、この完成したものをこちらに移していただこうかなと思うんですけど、器の底に苔を広げたら、じゃあ私の作ったお花をついに入れます。よいしょ、入ってましたかね。入ってる。はい、では
できました。完成しました。ありがとうございます。素敵、すごい可愛く作れました。初心者とは思えないです。だって皆さん褒められました。ルミさんどうですか、私の作った作品。なんかもう和の要素とね、洋の要素がどっちも入ってていいですよね。なんかすごいうっとりしちゃいます。楽しかったです、本当に。この花の名前もね、知らない名前覚えれるのもいいよね、うん、勉強になるし、季節のお花も学べますよね、うん、意外とこう簡単にできるんですね、切って刺すっていう作業だけで。本当に簡単にできるので、結構、ね、上手にできるか心配って言って不安がられるお客さんも多いんですけど、うん、実際こうやって体験してもらうとすごい楽しんで喜んで帰ってもらえるので、私もそれがとても嬉しいです。うん、ST フラワーさんは先ほどご紹介したカフェビズさんなど八百津町内にあるお店に飾るお花も数多く手掛けています。そこにはどんな思いが込められているのでしょうか。受け込みを行うことでそのお店もすごい華やかになりますし、八百津町全体もお花でいっぱいになってくれたらなという思いでいつも行けさせていただいてます。お店の中だけの営業ではなく、子どもたちに教えに行ったり、外での活動とかも今後いっぱい増やしていって、まあ、八百津の地元の方たちとも交流もですし、八百津以外でも近隣の地元の方とかにもいろいろ交流できてもらえたらなと思ってます。ではルミさん、ST フラワーさんにめっちゃわかるハッシュタグお願いします。はい、ハッシュタグ愛を込めていけばなを。いけばななんてなかなかする機会ないですけど、こうやってね丁寧に初心者でも楽しく教えてもらえて、カジュアルにいけばなができるって素晴らしい、素敵だなと思いました。私もやりたい、体験したいなって。